どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分がガイタメ .com カードについて紹介していきたいと思います。国内のクレジットカードの還元率といえば 1% 前後が多いですが、なんとこのガイタメ .com カードは誰でも 2% 以上が適用されます。作り方やメリットデメリットを徹底的にまとめたので、高還元、さらには資産運用に興味がある人はぜひ最後までお付き合いください。まずは時間がない人のために簡単にまとめます。ガイタメ .com カードは FX サービスを提供しているガイタメ .com がポケットカードと提携して発行しているクレジットカードです。年会費は永年無料で、利用金額に対して 2% 分の FX ポイントが貯まります。この FX ポイントは1通貨から外貨を持てる積立サービス外貨積立で1ポイント1円として買い付け注文に利用可能です。 ETC カードも発行でき、 Apple Pay、タッチ決済にも対応済み、さらには初年度に限り還元率 3% が適用されます。高還元率を重視する投資家におすすめのクレジットカードです。ではここからガイタメ .com カードについて詳しく紹介していきます。ガイタメ .com カードは FX 事業を運営するガイタメ .com とポケットカードが提携して提供しているクレジットカードです。発行を開始したのは2023年の8月26日から、カードデザインはブルーとシルバーの2種類から選べ、カード番号は裏面に集約されています。18歳以上で連絡が可能な人が作成可能です。ただし高校生は卒業年度の1月からしか申し込みができません。年会費は永年無料です。利用金額に関わらず無料ですので、保有しているだけならランニングコストは一切かかりません。カード利用額の 2% 分が FX ポイントとして還元されます。 FX ポイントは1ポイント1円として利用でき、100円程度から始められる積み立て投資、外貨積み立ての買い付け注文に利用できるガイタメ .com のオリジナルポイントサービスです。また初年度に限り還元率 3% が適用されます。 3% は申し込みの翌年同月末までの適用です。カードを作成するためにはまずガイタメ .com の口座開設が必要です。口座は開設費、維持費ともに無料で作成できます。口座が作成できたらガイタメ .com にログインしてガイタメ .com カードの申し込みをしましょう。申し込みから発行までに1週間から2週間ほどかかります。カードが到着したら利用することで FX ポイントが貯まっていきます。ここからはメリットをまとめました。全部で6つありますので、それぞれ解説していきます。1つ目は基本還元率です。ガイタメ .com カードの基本還元率は最大 2% です。利用金額の条件などはありませんので、誰でも常時最大 2% が適用されます。国内において年会費無料で 2% の還元率を提供しているクレジットカードは今のところありません。国内最高レベルの還元率を誇ります。2つ目は初年度の還元率です。通常還元率 2% でも高還元ですが、初年度は 3% が適用されます。適用されるのは申し込みの翌年同月末までです。もし大きな買い物がある場合は 3% が適用される期間に買い物しましょう。仮に 64,272 円利用したら 1928FX ポイントが還元されます。3つ目はポイントです。ガイタメ .com カードで貯まる FX ポイントは外貨積み立てのラクツムに使えます。ラクツムは1通貨100円程度から外貨を持てる積み立てサービスです。外貨を保有することでスワップポイントをもらえる可能性があり、値上がり益が期待できるため、市況次第では1ポイント1円以上になる可能性もあります。普段の買い物で投資ができる一石二鳥のクレジットカードです。4つ目はセキュリティです。ガイタメ .com カードは表面に
カード番号が書かれておらず、すべて裏面に集約されているため、盗み見リスクが抑えられています。また、アプリからカードの管理ができ、本人認証機能も付帯しています。5つ目は支払い方法です。カードをタッチすることで支払いできるタッチ決済、さらに Apple Pay も可能です。カードを持ち歩かなくても、対応店舗ならスマホだけで支払いができます。6つ目はレンタカー割引です。5つのレンタカーサービスを割引価格で利用できます。利用方法はレンタカー会社に電話かウェブで予約を行い、現地のレンタカー会社の窓口でガイタメ .com カードで支払いをしてください。電話で予約する際はポケットカード社発行のクレジットカード優待割引を利用する旨を伝えるとスムーズです。続いてデメリットです。3つありますので、1つずつ解説していきます。1つ目は付与されるポイントです。ガイタメ .com カードで貯まる FX ポイントは外貨積立でしか利用できません。共通ポイントやギフトカードには交換ができませんので注意しましょう。投資に興味のある人向けのクレジットカードです。2つ目は国際ブランドです。残念ながらビザしか選択できません。マスターカードや JCB、アメックスは選べませんので注意してください。ただビザは国内はもちろん、世界でも利用できない店舗はほぼありませんので、困ることはないと思います。3つ目は ETC カードです。 ETC カードを発行できますが、新規発行時および更新時に発行手数料1100円がかかります。年会費は無料ですが、発行費用の元を取るには還元率 3% で計算しても3万4000円ほど利用しなければいけません。では最後にまとめます。最大の特徴は何といっても還元率です。デフォルトで 2%、 初年度で 3% は国内でトップクラスです。もらえるポイントは外貨積立にしか利用できませんが、市況次第では1ポイント1円以上になる可能性も秘めています。投資を行っている人にはかなりおすすめのクレジットカードです。ガイタメ .com の口座を保有していない人はまず口座開設から行うようにしてください。以上、今回はガイタメ .com カードについてまとめてきました。こんな感じで自分のチャンネルでは日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。Twitter、Instagram もやっていますので、参考になったという方はチャンネル登録やフォローをよろしくお願いします。